ね、Google AdSense について海外移住ご希望の方からなんですけど、アメブロでできますかと、アメブロで可能なんでしょうかと、アメブロの場合はどうでしょうかということですね。で、Google AdSense 結論から言うとアメブロには貼れないんですよね。なので、まあ、あとアメブロでやること自体も仮にですね、Google AdSense を貼れたとしても、アメブロで収益化するブログをやっていく、サイトをやっていくっていうのは全くお勧めしないですね。アメブロはまあ急にアカウント削除されるってこともまあゼロではないですし、アメブロ自体のサービスが今後どうなっていくかっていうことを考えると、やっぱり自独自ドメインに取ってワードプレスでやるっていうのも、もうこの世の中の常識ですね。これに沿ってやっていくっていうのが一番かなと思います。Google AdSense はですね、まあノウハウを知っていれば、ただですね、コツコツ記事を上げていくっていうことで、まあ、好きなこと書いてですね、まあ報酬が得られるということで難しくない手段なんですけども、やっぱり正しい方向性でやらないと、簡単に稼げると言われる、Google AdSense でもなかなか難しかったりします。審査すら通らなかったりします。海外移住ご希望の方からご相談、アフィリの方法を知っておくことは何でしょうか。